それではお待たせしました。これから、トークゲストをご紹介したいと思います。監督の井口奈美さんです。拍手でお迎えください。小説家の金井美恵子さんです。で、画家の金井久美子さんです。私が恵比寿映像祭キュレーターの田坂です。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日大変貴重な、機会で、金井久美子さん、金井美恵子さんもあまり最近はご登壇されてないところなんですけれども、今日これから井口さんにお二人からご質問をしていただきながら、お話を進めていただければと思います。そこのノートに書いたものをちょっと相談する必要があるから。マスクももし取っていただいても大丈夫です。取ってお話ししていただいた方が、はい。今回、今日子どもが映画を作る時と、このあと誰かが歌っていると犬猫の上映ということで、今回特集上映していただきました。まず、お二人、井口さんとは長くお付き合いがあるということもありまして、今回特別にいらしていただいてこういうことになっているんですけれども、まず井口さんからじゃあお願いします。はい、ですね、このあと、8ミリフィルムで撮った犬猫っていう映画があるんですけど、それは25年前に、私は初めて作ったんですけれど、それよりもうちょっと前にぐらいから金井美恵子さんの小説、はじめエッセイの、任侠一般迷い猫預かってますっていう本がありまして、今度文庫になるんですけれど、その本がものすごく好きで、というか本屋さんで虎柄の猫のすごい写実的なだけどあったかい感じのイラストの、単行本が平積みになっていて、思わず買ってしまったんですけど、で初めて読んだ時に告白してるみたいで恥ずかしいんですけど、大人の人の文章を初めて読んだっていう衝撃がものすごいありまして、で日本語をこう母語として読める幸せっていうのを初めて感じた作家が金井さんで、でその8ミリ映画を作るときに、まさか金井さんたちに自分の映画を見てもらうことなんてあると思ってないで撮ってるわけですから、映画を作るときに、その後に読んだ目白四部作っていうすごい面白い小説があるんですけれどの、小春日和と、玉屋っていうすごい面白い小説の女の子二人出てくる、その女の子二人の設定をお借りして犬猫を撮ってしまったっていういただいてしまいました。オンにしていただければ。その話は何度聞いても気持ちがいいです嬉しいって感じがします。あんまりそういうことって言われたことないし、もちろんその読者の方に会った時に
好きだって言われることはあるんですけれども、その差別的な言い方じゃないけど、その人が映画を撮るっていうのがやっぱりなんか私にとっちゃやっぱ素晴らしいことですね。ただ読んでくださるだけじゃなく映画まで撮っちゃったっていう、ね、驚くべきことだって気がします。いやあのなんか DVD を作った時にあのまあ、金井さんに渡せるっていうことになった時にわあ嬉しいと思った反面、えって思ってちょっとこれ大丈夫なんだろうかとか思ってちょっとブルブル震えながらあのディなんか確かに山田光一さんにそうですそうです聞いてたんですよね。あっと口に近づいてそれであの、小春日和の小春日和を山田さんが小春日和を思い出したって言って送ってくださったんですよね。井口さんですか前に。あそうなんですね。それはそうですよね。また見てパクりました。もちろん見たんですけど、2、3回見てるんですけど、昨日見返したんです。昨日、一昨日かな。でも本当にびっくりしました。改めてね、あの見返してみて、なんて素晴らしい映画なんだと心から思いました。あのこれ妹も全くそうだと思いますけれども、今いろんなあの、まあ、青春映画って言ってもいいんですけども、いろんな男の監督でも女の監督でもあの井口さんが撮った以降いろいろ撮ってますよね。でもそれらの全てを蹴散らすぐらい素晴らしい。本当全くその通りで、あのなんていうのかな、同時代に映画撮ってた人たちっていっぱいいてすごく評価されたりなんかしてる人も多いんですけども、あんま好きじゃない映画の方が2人とも多いのね。それで井口さんにもう井口さんももちろん賛成してくれると思うんだけど、やっぱり立場上それは言えませんから想像してもらう以外ないっていうことですね。あの映画井口さんの映画をご覧になっていらっしゃる方々に誰のことを嫌いかってことは想像していただくということで、でこの間井口さんとちょっと打ち合わせでお会いしたじゃないですか。あの時ほら井口さんがさ、なんだっけな、なんかでその家族の話がなんかで出たでしょ、はいはい、でその時に私家族って大嫌いって言うんですね。でその時に思ったんだけど、井口さんはその家族っていうふうな言葉でその例えばあの内面とか筋とか重々しい主題とかっていうふうなことを家族っていうふうな言葉で代表されたんじゃないかな、物語とか、うん、と思ったんですけど、はい、どうでしょう。そうですね、そうなのかな、まあ、映画に、うん、英語その初めに作るときに映画に何が必要なのかなっていうのがあの、まあ、ずっと分かんなくて、だけど例えばストーリーとかをこう物語るっていうかストーリーを伝える装置じゃないんだろうなとは思って、であと、まあ、私あのよく主題がないとか、なんか何にもないってよく言われるんですけど、何にもしていないってよく言われたりするんですけど、あのテーマ性とかそう、あと勉強になるとか、まあ、そういうものではないっていうふうに思っていたというか思ってたわけじゃないけど、そうなんじゃないかなと思って、そうですね、なんかその画面の中でなんか面白いものを見てるみたいなのの連続を見たいっていう、あの犬猫なんか、まあ、そうなんですけど、例えばあの階段とかそれから坂道がいっぱい出てくるじゃないですか。であそこのまあそれでそのああいう撮り方っていうのはそれほどこう見たことがないんですね。例えばその相馬維新寺のあの、うん、ワンシーンで自転車のあれは何でしたっけ、なんか有名じゃないですか、はい、あの車に並走するやつですか、ね、でもその相馬維新寺のことはいろんな映画批評家や何かがたくさんあの語ったり書いたりするけれども、井口さんのあの坂道の素晴らしさとか、それから犬猫で横移動であの女の子たちが走る場面が2回あるでしょ、うん、
ああいうことっていうのは私あんまり読んだことないですね。でそれが不思議だ。批評家が書いてるものをね、うん、そう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 、それがすごく不思議なんだけど、例えばそのもちろんその女の映画評価がいないっていうようなこともあるんでしょうけども、まあでも何人かいますよね。でもやっぱりそのこうやっぱりちょっと違うかなっていう感じ。それはあのその井口さんに限らず、あの男の映画作家なんだけどエリック・ロメールのことだって男の評価っていうのはほとんど書いたことがなくて、あの読んだことないですよね。あとジャック・ロジェね。ジャック・ロジェだって、うん、あの全然読んだことないですよね。で結局だからその、まあ、エリック・ロメールはともかくとしてジャック・ロジェの話だって山田さんがやっぱりちょっと噛んでるわけじゃないですか。一緒に見たことがあるけど、はいはい、でそのジャック・ロジェの、映画井口さんも大好きでしょ。大好きです、ね、はい、はい、それ大体あのなんだい、あのジャック・ロジェの日本の批評家が書いた文章っていうのは本当に読んだことがないですね。あないですね。そうです、あの不思議よね、うん、そうですよね、うん、なんかその蓮見さんの別に山田さんとか、それで蓮見さんがなんかあの韓国の女の作家の子猫お願いの、あのパンフレットにあの書いてた時そのジャック・ロジェ あの映画に比べて書いてたんですけど、うん、でそれは全くフィリピン、うん、そうそうそう、なんだっけ、さよならフィリピーヌに比べて書いてたんだけど、それよりかむしろあのなんだっけ、なんとかの方へって海あの休暇を過ごしに行く女の子たちが出てくる古いお城の、お城っていうかあのオルエットですね。そう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 、でなんか足を踏み鳴らしながら踊ると歌って踊るところがあるでしょ、はいはいはい、あれがなんかあの子猫お願いのさ一番最初の卒業式の後、うん、あの海岸のあの なんていうの波消しの岩かなんかの上で、うん、あの塀かなんかの上で足踏み鳴らしてさ軍歌歌うところ、うん、あの野蛮さによく似てると思うのね、うん、だから間違えてさらばフィリピンヌって書いちゃったんじゃないかな、うん、それと思ってるんですけど、やっぱあの子猫お願いの監督ってなんとなく井口さん のリズム感に私似てるなと思うんですけども、好きな映画はい、私も好きです。井口さんも同時期にご覧になってるんですか。あの同時期子猫お願い、でもすごいあの話題に当時なっていて、はい、それで 見たと思いますけど、最近新作を、まあ、そうですよね、あの上映、猫のね、はい、猫のドキュメンタリー、ね、ドキュメンタリー、はい、次の質問を待ってしまう感じになってしまってるんです。さっき控え室で話をしちゃったんですよ。それとまあ割と真面目な話で伺います。カメラマンの鈴木明彦さん、はい、あの人さっきちょっとちらっとお会いしたんですけど、まあ、あのやっぱ素晴らしいカメラマンだと思うんですね。はい、それで今度やるのかな、もちろんその犬猫の時も素晴らしかったんですけど、あの誰かが歌っている、はい、あれの時もほらあの狭いカフェとか狭いあの雑貨屋とかあそこで撮ってらっしゃるじゃないですか、はい、それでミラーボールの光なんかもすごく綺麗で、あの狭いあと最初の出だしあの誰かが歌ってる時のそこであの女の子が入ってきて、ミュージシャンの夫が、ギター弾いてる、はいはい、であそこのあの狭い空間を撮るっていうふうなことですごくびっくりしたんですけど、あれってやっぱり勝手に仕上がれのラウルクタールね、あれのやっぱ思い出しました。はい、
今いらっしゃるんですけど、まあ、鈴木さんのカメラに対して、うん、そのラウル・クタールの名前は、うん、山田浩一さんも、うん、出していて、まあ、鈴木さんは、うん、もともとは私の、録音部の師匠なんですけど、だから私は鈴木さんの助手だった、うん、録音部の助手 で、うん、で鈴木さんは大学映画の大学に行かれて日本大学映画学部のに入るときに何をしたいのかって質問されるらしいんですけど、まあ、カメラマンになりたいとか録音部になりたいとかみんなそれぞれ言うんですけど、全部やりたいって言って大学に入った方で、だからそれをずっとご本人でずっとやってるっていうか。井口さんは初めは録音をやってらしたの？そうです、ね、なんかね、はい、読んだ記憶がありますけど。はい、そうです。でその時鈴木さんが先生だった。そうですね。私なんだっけ、イメージフォーラムっていう、うん、映画のなんか学校っていうかがあって、当時は30年ぐらい前の35年前かなんですけど、全然大学とか以外になんかこうワークショップみたいに行く学校っていうのがなくて、それでちょっとよく分かんなかったんですけど、イメージフォーラムに行ってしまって、実験映画とか全然知らないで行ってしまったんですけど、知らないで行ってしまって、でその時に卒業制作をすごい適当に撮ってしかもサイレントで撮っちゃって、でも音を入れたいって言ったら、なんか鈴木さんがつけてくれたんですよね。でそれでそのつけてる時に次に映画を撮ることがあったら全部やるから、だから つけるの大変だったんじゃないかと思うんですけど、こんな風にしたいとかいうのを全部やってくれたのをやりながら、次はもうカメラも録音もやるからねって言って、でなんか約束みたいだと思ってて、そこから10年ぐらい映画撮らなかったんですけど、それで8ミリでの時にやってもらった。だいたい新しい映画がヌーベルバーグにしてもそうだし、それからベルトリッチなんかにしてもそうだけど、必ずそのいい監督にはいいカメラマンがつくっていう感じっていうのは、まあ蓮見さんがよくそのおっしゃってたことなんだけど、でも全くそうですよね。そうじゃなければ映画が撮れないもんね。そうです。カメラマンといい監督が、そうですね、映画がない限り、はい、やっぱりこういいですよね。本当に犬猫なんかの女の子2人のアップの場面なんかすごく綺麗じゃないですか、うんうん、あれだけ井口さんの映画もがそうなんですけど、 ああいう画面っていうのを今例えばその男の監督にしても、青春映画を撮る女優を使う監督にしても、あれよね、その三角関係の男の子が2人で女の子が1人でっていう、そういう設定で撮ってる場合でも誰の顔も綺麗に撮らない人っていますもんね。と思います。それとあと女の監督にしてもそうでしょ、うん、なんでこんなに男の俳優も女の俳優もこんななんでこんな醜く撮るんだろうと思っちゃう。なんか魅力的な空間を使ってるっていうつもりにもかかわらず、うん、そこでこう演技してる女優や何かっていうのがなんかギスギスしてるっていう印象の映画ってありますよね。それがなんていうの、リアルだと言わんばかりの感じの、だからまあそのリアルね、確かにそれがリアルだと言わんばかりの感じで、例えばだから写真なんかでもあるじゃないですかね、ヌード写真を撮る場合にそのこう汚く撮る方がリアルだっていうふうな感じ。ハラジみたい。そうそうそう嫌いなんですけどそれとあとそうですね、子供が映画を作る時の話で、やっぱりその子供が映画を作る、例えばその映画を作る話って日本ではあんまりね、そもそも映画を作ることについての映画っていうのって日本映画では割とないでしょ。そうですね、うん、なんかふと思い出したのがカメラを
カメラを止めるなんですね。あれはそうよね。あれはそういう映画です、ね、ただのゲテモノですよね。それで例えばフランスなんかだとほらアメリカの夜ね、うん、アメリカの夜とか、それからパッションとかさ、うん、それからまあイラン映画だとオリーブの木の下を抜けて、うん、あとカルメンとかリア王ね、うん、ことあるの、はい、あるじゃないですか、うん、です、まあ、すごくそのパッションなんかにしたってあのすごく退屈な映画を撮るってことがいかに退屈かっていうふうな感じだし、それあの、まあ、セットは素晴らしいんだけど、うん、あだからさ、うん、あのなんだっけアメリカの夜はさその退屈しないっていう感じの撮り方で、そうでゴダールが反発したんじゃないかなと、ね、だからほらジャックリン・ビセットを見てればなんとなくこう持つようなところがあるじゃないですか。それで井口さんのさあの子供が映画を作る時でも、うんうん、退屈しちゃって、うんうん、もうなんか映画なんかどうでもいいっていうようなちっちゃな男の子と同じで、うん、それがすごく面白かったんですけど、なんかくるくる、ま、勝手に回ったりとか、はい、あとなんか木に登ろうとしたりして、 それで姉に言わせるとそこにあの子供映画教室のパンフレットに書いてあったあの映画教育はなんだっけ、うん、人間教育でもあるなんていうの言葉が、うん、書いてあったじゃないですか、うん、そこにさ吉野さんの字で、うん、パステルカラーで入れたらどうかなと思ってあの退屈してる女の子と男の子の画面によフラフラしてるところ人間教育そう全然違うじゃないですか。なんか映画教室の、まあ、言っちゃ悪いけどあの嫌さねちょっとタイトルを入れるだけで本当は、ま、あの真面目に入れたっていう感じでさすごい皮肉になるんじゃないって二人で笑い合ってたんですけどなんかあのやっぱ小学生の、うん、あの映画教室は、まあすごい楽しいのがやっぱりあのちっちゃい子から、うん2年生から6年生までだと思うんですけど、やっぱ2年生3年生ぐらいはもう本当に面白いんですよね。なんか途中で飽きちゃったり、あのよなんていうの、映画と関係ないこといっぱいしてくれるので、うん、石投げたりとか、はい、そうですそうです。であの石ももうなんかそれぞれなんで嫌になっちゃってるのかとかもう分かんないんですけど、石投げるってことで団結したりとかするとかがもう本当に面白くてはい、あの神社編、神社の 青神社が赤チームでしたっけ、はい、青かな、青だっけ、はい、でそこでほらあの工夫する男の子が一人いたじゃん、いますいます、はい、あの何ぞ木材カメラを、はい、カメラを自分水に、そう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 、それでカメラを水に入れたらどうかっていう男の子が、はい、あの草履も工夫しますよね。草履取られちゃってそう石入れたみたいに、そう、あの子って、いくつか読んでないと思うけど、アーサー・ランサムってイギリスの、あ、はいはい、あご存知、はい、あ読んだ、あれのほらさディックって男の子が出てくるじゃない、あのドロシアっていう女の子と兄弟で、はい、すごい科学好きの、あの子思い出しちゃったって感じなんかいろいろあの子供たちだけでキャンプしたりなんかするときにいろんな工夫するんですよね、うんうん、なんか映画っていうよりかむしろ科学に興味がある子かなと思って、そうかもしれないですね、メガネの男の子、そうですね、白いパンツの、はい、白いパンツ履いてた、何か何ね、何を、うん、あの時集まった人たちは、うんうん、本当急遽集まってくれた方たちなので、なんか別に映画が好きってわけでもない子たちが集まってて、あの、例えばあのなんだ、親がやっぱり勧めるんでしょうね、参加するようにって。あ、そうなんじゃないですかね。ね、はい、なんか初めのファーストシーンで、うん、ほらあの宮崎文化センター、はいはい、あそこの階段を、ね、階段を子供を連れたお母さんたちが、はいはい、あの階段を登っているじゃないですか。はい、そうそうそう、でその時にさ、あの階段登っていく時に子供はあの
井口さんたちの撮影がカメラがあるってことに気がついて、うん、見るんだけども、はい、お母さんたちは子供がそう言ってるにもかかわらず無視して見ないっていうのがおかしかったですね大人の態度だなとそうですよね、はい、やっぱ見ないようにみたいなのがあるのかもしれないですね大人の人は、うん、やっぱこう一種のこうなんていうの教育的な感じで参加したりするわけなんですかね。どうなんですかね。カメラで撮られてるっていうことっていうのは気がつかないふりをするのが正しい態度だって思うんじゃないかな。あ、うん、子供はほらほらカメラなんて言ってるのが一目瞭然だよね。指差してますもんね、うん、そう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 、はい、お母さんの方が女優気分だったりしてでもさほらワイズマンの映画、うん、ワイズマンのドキュメンタリーなんか見てると結構そのなんていうの普通に喋ってあの組織の中で普通に喋ってるように見えながら結構やっぱり意識してるんじゃないのかなと思いますけど、うん、ワイズマンはなんかカット割ったりするんでどうやって撮ってるのかがちょっと分かんないんですけど、うん、何回もやってもらってるのかもしれないですけどね、もしかすると、うん、その会議や何かを、はい、だってやっぱりだってドキュメンタリーっていうよりか映画ですもんね。あ、そうですね、はい、ドキュメンタリーっていうか映画って感じの撮り方だと思う。そうですよね。一丸ちゃん、はい、で女の子で一人でこう言ってる怒ってる感じの女の子は、はい、兄弟なんですよね。そうですそうです、うん、一丸ちゃんと誰だっけあの子なんか後から、うん、ひなたが兄弟でっていうのがなんか何回も見てたら、あ、兄弟なんだって。この実はすごい似てるんですけど、あの二人はなんかなんだっけ、髪の毛を祝いててちょっと途中でいなくなっちゃう女の子がいるんですけど、うんうん、後ろでもう3人がバチバチに喧嘩しててなんか本当に馬が合わないんだなと思ってそうなんですよ、やっぱりドキドキしてますね。でも子供を取るのってすごく大変なんじゃないですか。そうですね、もうなんか思いもよらないことしか起きないので、うん、であとなんかこの編集に入れてない部分もすごくいっぱいあって、これはちょっとこの子たちが見たら本当に傷ついちゃうかもしれないみたいな、うん、とことかもあって、なんか大きい女の子たちがものすごい辛辣に、うん、男の子のことを評してたりとか、これ撮りながら入れられないかもって思ってもう二度と会わないんだからとか言って会うわけないでしょとか言ってるんですよ。あのぐらいの年頃って女の子の方がずっとまさに大人だからね、はい、全然違うよね、はい、うん、大きさも違うでしょ。そうなんですよ、はい、おばさんって感じだよねあのぐらいに小学校6年生とか5年生ぐらいになるとね。うちの近所に目白小学校ってのがあるんですけど、うん、2時半から3時過ぎぐらいに、駅前 のスーパーマーケットに買い物に行くと、その帰り道の男の子や女の子に会うんですね。そうするともう男の子はやっぱり小学校に3年までは可愛いけども5年ぐらいになるとおじさん、あともう女の子はおばさんですよね。喋ってること内容まで。そうですよね。着てる洋服もそうよね。おじさんおばさんって感じ。そうなんですよね。はい。ところどころですごい子供っぽかったりするのが、なんかバランスがここから先思春期が大変なんだなっていう気持ちになってしまうんですけど。今度誰かが歌ってる時も子供が出てきたわけですけども、はい、あれの最後の子供たちはもっと小さい子ですよね。そうですね、あれはカフェがあるんですけど、カフェに、はい、タビラコっていうカフェが松陰神社にあるんですけど、そこのお客さんとかでよく来てる、子供が割に集うカフェで、
横にあのなんだっけ世田谷線っていう路面電車が通、うんうん、すぐそう横を通ってるんで、なんか子供の楽しいスポットみたいなのってこう、電車はすごい階段なんかがあって、うん、そうですそうです、ね、なんか空間が子供に人気があるって感じの作りですもんね。 そうです、はい、それであの最後にあの遊園地の遊具みたいなので遊んでる子供たちが映って一人髪の毛の長い女の子がいて、はいはい、あの子がなんていうのかな、女優っぽいじゃないですか、態度が憂いを帯びてって感じの、ね、表情とか、ね、そう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 、はい、あれはなんか私の友達の娘さんなんですけど、うん、あのなんか出てくれるって言ったんですけど、うん、全然乗り気じゃなくてあのお兄ちゃんの方はあの、うん、一生懸命歌ってるんですけど、うん、妹の方が全然あのブラーンって、しかも真ん中には全然いかない演技してるって感じで、ちょっと不思議な子でしたよね。そうですね、すごい、うん、あの可愛いんですけど、うん、こびたりとかは全然しないみたいな、うん、あのあれあの時あの一人誰かが風邪ひいちゃってって話を聞いた記憶があるんだけど、あれそうだっけ、風邪違う違うなんかもっと歌を歌う男の子がなんか風邪ひいちゃったとかって話を、あ違うかな、どうだったかな、いやまあその昔の前の話映画の話は、まあ、映画の監督と話をすると割と昔の話よりこれからの映画の話をしたがると思うんで、はい、今撮ってる映画の話をちょっとお聞きしましょうか。はい、はい、あのこれから3月の中旬ぐらいにインする、今絶賛準備中なんですけれど、まあ、あのコロナになる前ぐらいから、金井さんたちに、なんか旅ラコの短編みたいなのを撮ったらいいじゃないってすごい言われていて、でそうですねとかって言ってる間にあのコロナになってしまったんですよね。でコロナになって2年ぐらい経って、あの電話がかかってきて、あの本気よって言われて映画本気よって言われて、えってなって、あの やろうみたいになったっていう。あ、ちょっと説明しますね。なんか神戸で私の絵をたくさん買ってくださるあのコレクターの方がいらっしゃって、でその人が文化振興ネットワークっていうんですけれども、そこの人が何かをやりたいっていうふうなお話だったんですね。それで前にあの私の展覧会と妹のサイン会なんかやった時に、その時井口さんも来てくださって、山田光一さんの編集したあのなんていうの、ね、ハリウッド映画史っていうか、うん、美女と犯罪、それこそ美女と犯罪って感じの魅惑っていうか、ハリウッドのエロティシズムみたいな感じの、うん、ディードフィクターとか面白かった、あれでしたよ ね。でそれの時井口さんもゲストに来てくださったんですけど、でそれでその文化振興ネットワークの方に紹介して、その時はすごく冗談半分で井口さんの映画をにお金を出すといいんじゃないのかななんてすごい冗談半分で、もうそれこそ本気じゃなかったんですね、うん、でもなんとなくそれとあとほら井口さんの映画をご覧になったんですよ、ね、そう誰かが歌ってるとか、それから子猫お願いとか、でもやっぱり大好きだっていうふうにおっしゃってるんで、それだったらじゃあその井口さんの映画に短編のお金を出したらいかがでしょうかっていうふうな話になったんです。でその前に、そこのお宅にはなんだっけ、ほらこの間アカデミー賞もらった日本のアカデミー賞、浜口龍介、浜口、うん、そう あの人も行ったことがあるって言ってましたけども、はい、それで、でもなんか私たちあの人の映画あんまり好きじゃなくてそれで一緒に処分をさせたって感じがするわよね一緒にあのなんだっけ、ハッピーアワー、寝ても覚めても一緒に見に行ったわよね、はい、行きましたね、行きましたよね、はい、まあ、ね、そんなわけで井口さんの映画をって
ことになりました、はい、そうなんです。で3月に3月から4月の間に、うん、撮影をさせていただいて、7月に京都の方で、あ、そうです、そう7月の初めね、はい、それが初公開ってことになりますよね。はい、なんか井口さんは編集にすごく時間をかけるタイプだって自分で おっしゃってていやいや、うん、だからなんだろう、前短編の映画を撮って、短編じゃないや、子供が、うん、なんかすごい寒い時穴だらけの試写室で編集してたって話聞いたんですけれども、なんだろう、編集に時間をかける映画って、例えばベルイマンっていうのが典型的にそうらしいんですね。あ、うん、あ、ベルイマンじゃないよ、なんだほら、記録映画のワイズマン、ワイズマンってすごく時間をかけて、でそれでなんかその一人でやるもんだから、なんて言うんだろう、映画の楽しみっていうのを独り占めしてる最高の瞬間だってインタビューの中で言ってたことがあって、なんか井口さんの時間のかけ方っていうのもそういうことなのかなって思いましたね。なんかすごい素敵なシーンをこう独り占めしてるって感じでやっちゃってるのかなっていう印象を受けたんですけど、はい、なんか今回初めてドキュメンタリーを作ったんですけど、フィクションの映画だと一応脚本があって、それに沿って撮って、脚本通りにとりあえず一回つないでみるみたいな作業なんですけど、ドキュメンタリーってちょっと何が起きるかわからないので、大量に撮ってあるんですよね。カメラが普段は1台使ってるところを3台とか4台とか使ってるので、まず全部見なきゃいけないっていうのと、同じ時にどのカメラがどこにいるのかみたいなのもなんか把握しながら、脚本を書いているのと同じような感覚で編集をするみたいな感じなので、多分時間がすごいかかってしまうんじゃないかと思う。それともう一つその編集に関して聞きたかったんですけど、鈴木さん そのカメラにも関係するんですけど、犬猫は16ミリですよね。はい、8ミリで1回初めに撮って、その次は、はい、16で撮って35ミリになってるのが、じゃあそれはそのフィルムっていうふうなことですけど、誰かが歌っているとか、あれはデジタルの、デジタル、はい、子供もデジタルです、はい、ということは編集の段階でさ、フィルムとデジタルの場合ってやっぱりちょっと違うんですかね。ですね、8ミリの、編集が最も時間がかかってて、1年半ぐらい編集してるんですけど、なんでかっていうと、今だとパソコンでできるのでものすごい早いんですよ。物理的に巻き戻しとかしなくてもいいんで、ですけど8ミリの撮影の時にはまだ世の中に何て言うんですか、パソコンでやるっていう選択肢がなくて、で8ミリってリバーサルフィルムって言って、1本しかないんですよね。そのネガとポジじゃなくてネガポジの1本しかないから、その1本をこう切ったり貼ったりするとなんかブツ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 って切れちゃうので、1回だけで1回のスプライスで貼るみたいな風にするために、まずラッシュを全部当時あった業務用の4分の3インチのなんかちょっと太い、ビデオに入れて、でそれをなんかパンって出す用の出し用にして、でそれで鈴木さんが拾ってきた、ジョグって、もう今の人は知らないかもしれないですけど、こうやってぐる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 ってやるとちょっとジュ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 って進んだり戻したりできるジョグシャトルっていうののついているダブルカセット のビデオデッキを鈴木さんが拾ってきて
でそれをあのパカッて開けてちょっときれいにして、でそれを使ってあの こっちでパンって出しながらこっちでハッてっていう、なんていうんですか、それをのせいでものすごい時間かかっちゃってるんですよね。あの本当も手作りですよね。そうですね、毎日3カットぐらいつなぐとヘトヘトになっちゃうっていう、うん、それで1年ぐらいやることになったっていう、はい、デジタルになってだいぶ楽になったってことですね。そうですね、あでもそれでもその次 あのリメイクしてデビューするに至るあの犬猫の方は、その時はもうあのパソコンで編集させてもらったんですけど、それでもなんかあのいろんな手違いがあって、あの撮ったものがなくなってたり、なんか編集したバージョンが丸々ないとかっていうことはよくあり結構あの、うん、なんであんなに時間が、そうですね、はい、そんな感じでまあ犬猫のその35ミリの時はちょっとあの権力のあるあのいろんなこと言ってくる人がちょっと約1名いて、あのなんかいろんなこと言われて、あのその作業を止められたりとかして、はい、やっぱり犬猫ってとっても素晴らしい映画なだけに、あの嫉妬されたんじゃないか、うん、私はね、いやそう思います。いや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 、違いますよ絶対。 まあその場合はそうだけどさその場合はどうだか知りませんけど、はい、例えばほら、これも聞いた話なんですけど、うん、ある批評家がご覧になって、井口さんの犬猫をご覧になって、なんだっけ、うまいけど、うまいけど軽い、浅い軽い浅いとかそういうことになる、うん、あともう一人の人は直接聞いたのかな、なんか最初の長編の所蔵作はあれで撮れたけど次が大変だよとか、あ、はい、とか、はいはい、それとかあとなんだっけ、半径3メートル、そうですね、うん、あの私がまあ女性なので、うん、半径3メートルで自分に起きたことを映画にできると思うなよって言われてでもさ、そう言った人ってさ、自分の頭の中に起きたことしか書いてないわよね。あ、そうなんでしょうね、内面とか、はい、内面の、自分の内面だから、そうそうそう、3メートル以下よ、1ミリも出てない、そうよね。でも結構その3メートル以内 その身近なことを、だから1本しか撮れないだろうみたいなことは結構長い間言われてました。そう、はい、私なんかさ、そう言っちゃなんだけど、5メートル以内に近づきたくないって批評家に言われたもん。まあでもあの男性のなんか新人監督に向かって、はい、3メートル以内の、そう言わないじゃないですか、ね、そう、だから私が男だったら言われないんだろうなと思ってましたけど、あの誰かが歌ってるって、ほら女の子に つけてくる男の子がいるじゃない、はいはいはい、あそこであの女の子がさ突き飛ばして間違って突き飛ばしたんだけど、はいはい、女だと思って舐めるなって、はいはい、言ってますよね、はい、そうですね、はい、そういうことはなんか過去多々あったっていうか、あったんじゃ、そうですね、私あの、まあ、鈴木さんはあの割とすごいスーパーフラットな感じの方なので、うん、男女とか私に限らずですけど、まあ、男女他の女性の女性がいても、あるいは年齢とかも全く関係ない感じなんですけど、あの助監督でついた場合はもう全然違って、女は黙ってろとか言われてました女は余計なこと言うなとか、のなんかちょっとアイデアとか言おうとすると言われたりとかしてます。すごい、うん、女は信じないとかも言われてました今の時代だとちょっと許されない感じになってますよね。今だとちょっとそういう Me Too とかですよ、ね、よっぽどすごい振られ方したとかさ、そういう人しか言わないでしょ、そういう言い方って。そうですよね、絶対そうだと思う。でも先ほどもあの金井さんたちが当時そういうような女のくせにみたいな評価っていうのがあまり
なかったっていうこともおっしゃってたんですけれど、感じなかったってことかなとも思うんですよね鈍くて相手にしなかったってことあるよね、そういう、そういう人とは付き合わなかったっていう、そうかも、それと知ってる人っていうのは割とあの自由な人たちだったから、年齢とかそういうことっていうのは、渋沢達彦さんとかそういう渋沢さんとかそういうそうそうたる方々は、なんかそれに女の兄弟がいっぱいいた人の付き合い方だったよね、だからなんかそう全然違うんじゃないかな、男性中心主義とかっていうのとは、渋沢さんとか吉行さんって、いかにも吉行さんとか渋沢さんってなんていうの、吉行淳之助さんです、男尊女卑って感じのイメージってどっかであると思うんですよね、でも付き合ってる上の実婚や何かがやってた方の男流文学論なんていう、あれなんかだと思う、全く吉行淳之助とはペケって感じじゃないですか、でもやっぱり付き合って一緒にお酒飲んだりご飯食べたりしてる感じじゃ一切そういう感じじゃなかったですね、だからあんまり、ね、その差別とかそういうことっていうのは身に染みて感じさせられたってことはないんだけど、でも当然明らかにバカにしたいなって気持ちは ありありとわかるよね、でもできないっていうふうに思ったんじゃない、それとやっぱりこうなんて言うんだろう、その個人的なことじゃなくてさ、システムの中でやっぱりその女性っていうふうなことっていうのはどうしてもそのなんて言うの、そうですそうです、下に見られる、絵の場合でもそうだし、それともう一つね面白かったのはね、私たちは本がたまると古本屋さんに来てもらうんですね、それ割と有名な古本屋さんに来てもらってたりしたんだけどその人亡くなっちゃったんですけどいつだかね、来るんです、それでいろんなそのコレクターの話なんかもいろいろ聞いて、三島由紀夫の初版本とか、いろいろ集めてる人の話なんか聞くんですけども、なんかねすごい金持ちの人で、本のコレクターで、お医者の息子なん でお医者をやりながら本のコレクターだったんですね、でも亡くなったっていう方なんだけど、女の書いたものなんか読みませんよっていうの、読むのは金井さんと忠智子だけだっていうの、忠智子って割と神戸の方にいた詩人なんですね、渋沢さんなんかが割と買ってた詩人なんですけど、だから塚本君によって短歌の歌人がいるじゃないですか、ああいう系列よね、割とこうなんていうの、刑事上学的な、だから明らかにその女の作家に対するその差別っていうのは厳然としてあったわけよね、だからだってその古本屋もね、大体男は女の書いたのなんか読みませんよっていうの、そうですかって言いましたけどそれだってほら文芸雑誌でさ新人女流っていうんで別にしとくわけですもの、批評するとき、ずいぶん長い間そうだったよね、今年の回想とか回顧録ってよくあるじゃない、でそうするとそれ提案というか座談会があるんですよね、そうするとその女流新人っていうのが後ろになんかついでって感じ、新人と女流が並列になってる、すごいですね、だからそれをこう男性作家って言葉さえなくて、作家って言ったら男だったわけだから、そうですよね、そうでそれで確かに笑っちゃいますよね、一段落ちるものっていう感じでね、新人って同列扱いですよね、それは当時その何っていう風になんか意識されたりとかはされてたんですか、なんていうのかしらね、ちょっと待ってちょっと言い忘れてそういう中に入ってなかったわけだから新人女流とかっていう範疇に入ってないから批評の対象にならないわけよ ね例えば骨董の世界がそうだってよく聞くんですけど、骨董品って同じあれで比べるものがないと値段のつけようがなくて、評価のしようがないっていうんですね、だから同じものが いっぱいあるものが評価されて、そこでこうヒエラルキーができるっていうんだけど、そこのたくさんないものは評価のしようがないから
値段のつけようがない、ほっとかれるっていうの、骨董屋は。だから妹の作品なんかはやっぱりほっとかれたんじゃないですかね。いやどっちかでもすごいデビューをされて、ね、だから、はい、あの井口さんの作品もさ、どっちかっていうとそういうところがあるのかなって感じもしますけど、だから例えばいろんな女の監督がいるじゃないですか、はい、それでそこでなんかいろいろ言われたりするんだけど、井口さんのだから犬猫の時の、例えばどういうふうな評価だったかなっていうことって、私その当時は全然映画雑誌なんか読まなかったから知らなかったんですけども、海外では割あの評判だったわけでしょ。そうですね、割と普通に、ね、あの見てもらえるっていう感じでした、うん、でもそれが例えばその新聞なりそれなりそういうジャーナリズムの中に割と反映されなかったんじゃないかと思って、うん、ね、はい、そうかもしれないですね。それがだから今にして思うとすごい尺に触ってだってすごく変な女の映画作家の映画が評価されてたじゃない、気持ち悪い本当想像するしかないですね。そう、想像してください何だろうねって感じのね、うんでも井口さんに言ったって井口さんが、まあ、答えようがないでしょうけどでも当時井口さんとしてはあんまりその例えば記念順の何位みたいなそういうのにはその乗らなかったんですか。そのどうなんですかね、どうだった、井口さんもあんまり注目されてますよ ね。でもそのどうだったんですかねまあ、あんまり興味はあんまりないかもしれないんですけれど、まあでも山田浩一さんとか、うんうん、にまず山田さんに、うん、見ていただく機会があって、うん、まあ無理やり見てもらったみたいな感じになってるんですけど、でその時に何かものすごい何て言うんですかね、すごい褒められたからというよりは、その自分たちが作った映画がこうなんか何者かが全く自分たちでは分からない時に、うん、すごいこういう風に見れるんだよみたいなことを教えてもらったみたいな感じがあって、でなんかそれでもうすごい満足しちゃったというか、その褒められたからというよりは、うん、その自分たちがやったことをすごいいちいちすごい細かく、うんうん、見てくれて、なんていうか応援してくれてるみたいな感じがあって、でもそれは、はい、それはすごくいいことですよね、素晴らしいことだと思います、はいそ、はい、でそれでなんかもう、うんうん、その半径何メートルだとかいろいろ言われてましたけど、なんかもうそういうのはもうどうでもいくて、うん、山田さんにこう、うん、まあ、その後一緒に映画を見に行くみたい になって、で私まあ、映画を撮った時に、うん、こう映画のことが全く分かんないんだけどどうしたらいいんだろうと思って、で、まあ、映画は見たらいいのかなと思ったんですけど、どこから見ていいのかが分からないぞって思った時に、なんか山田さんが例えば西部劇は好きですかとかって言って西部劇に誘ってくださったりとか、あと牧野正弘とかを紹介っていうか見に一緒に連れてってくれたりとかして、だからなんか先生みたいなところもあって、なんか学習院で、そうですそうです、映画を山田さんが選んで話は全然しないんだけれども、そうです面白い映画のあれをだいたい1回に3作品ぐらいでしたかね、はい、やってたことがあったけど、はい、私たちもうちが近くだったからよく行って見てたんですけど、あれは本当に素晴らしい体験でしたよね。はい、そうですよね、はい、なんかそれで、まあ、それサイレント映画とかもそこで見せてもらったりとかして、やっぱりなんかこう映画の真髄はこれかみたいな、なんかいうふうに思うのはすごく山田さんに影響を受けてると思うんですけれど、だからそれ以外の
方とかに、まあ、なんか褒められようが、うん、あのけなされようが別にそうなんだみたいな、そうなんだなみたいな、はい、そうでした。でそれにあの学習院では何も喋らないんだけど、後でご飯食べてお酒飲んだりすると、そうそう、ね、なんか他のところでは決して言わないようなことをいろいろ喋ってくれて、はい、本当にあれおかしかったですよね。勉強になって楽しかったし。そうですよね、はい、そうですね、はい、神戸の時にあの、対談、さっきお話に上がったあの時にあの久美子さん の, あの展覧会があって、あの山田光一さんのまとめた映像を、あのすごかったですよね、著作権的には難しそうなものが上映されてっていうのは、うんうん、あれはどういう気、すごくすごい量の情報量の、あれはね、あのやっぱり頼んだんですよね、あの金井さんから、そう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 、頼んだんです。でその山田さんがあの正原さんの映画にも関係してる正原さんとか、それからあと鈴木龍さんっていうあの話の特集の編集者をやってて、あのあとその後パイオニアから出たあの LD の編集なんかもやって、蓮見さんと山田さんがあの編集というか選択した、でそれなんかやってる人があの正原さんと一緒じゃないんですけども、あの加わって作ってくれたんですよね。もうすごいすごかったですね、面白くて、上映したいぐらいですけど、ドキドキする感じの初めて見る映像も随分あったし、うんうん、そうですね、なんかその学習院の前に青山学院で、ええ、あの山田さんが授業されていたんですけど、まあ、私あの初め35ミリの方の犬猫をリメイクする時に、その時のプロデューサーがなんかお前映画勉強しろって言われて、山田さんの授業に行けって言われて、で行ったらそのすごく面白くて、なんか山田さんがあの1年かけて多分映画史の勉強のために やられてるんですけど、もう念入りにやられたら1年でサイレント映画から、うん、なんてトーキーに行かれなかったっていう年があってずっとサイレント見てるっていう、でも本当に面白くて、そのなんか学習院はあの、生徒さんがその多分ちょっとあの授業の選択のあれが違うんじゃないかと思うんですけど、青学の方はあのちゃんと単位に関係するみたいな授業だったん でしかもあの英語を見れば単位がもらえるらしいみたいな感じだったんで、全然英語に興味ない子とかがいっぱいいるんですよ。でその子たちがもうあの全然面白くないみたいな時だと本当になんか寝てたりとかするんですけど、あの彼らが全く見たことのないような映画でもちょっと面白いやつ、例えばなんだろう、あのキートンとかバスターキートンとかやるとおってなって、なんか ちゃんと見てて今日は面白かったなとか言いながら帰っていくのがもう本当面白くて、でそういうのもなんか山田さんはそれでいいっていう感じで、あのすごいなと思ったのが、まあ、新しい1年生の女の子が、1年生なのかな分かんないけど、入ってきた青学の女の子がトコトコトコって山田さんのところに行って、先生は普段何してる人ですかとかででそばにいた私とその正原さんっていうの、山田さんの今助手みたいなこともされてる人がもうはぁってなって何言ってんのこの人って思ったんですけど、山田さんは、ま、全くその通りだなって思ったらしくて、次の授業の時に山田光一って自分の名前を書いて映画評論をしていますって言って、あの自己紹介をされてまたビデオを流したっていう、はい、そう偉いですよね山田。そうなんですよ、ね、すごいなと思って、当時ねまたその青学に行くずいぶん前だと思いますけど、ルミエールがあった頃かな、なんかね誰かになんかどっかでその講演だかなんかを頼まれたって言うんですよ、講演だかなんか頼まれた、
でそれも絶対嫌ってわけ、絶対嫌ですって言うの。それ例えばあのなんでそんな鳥を相手でも嫌なのっていうふうに聞いたら、なんかあの七国の鳥のイメージがあったのかな。あのベンチ座ってると、あのトリピフィールドなんか座ってるとカラスが止まるじゃないですか、はいはい、あれ学校で授業やってるじゃない、あのもう一人のやつ、はいはい、それのイメージがあったから、鳥は相手でも嫌なのっていうふうに聞いたら、それでも嫌だって言うんですよ。それだからその青学と学習院で画期的なことだった、画期的なことかなと思いました。そうですよね。なんだっけほらあれ、あのイタリアの撲殺されちゃった監督のさ、パソリーニ、パソリーニのさ、あのなんだっけフランチェスコ、聖なんとか、フランチェスコ、聖フランシスコの、あの鳥を相手にお説教する映画があるのよ、うん、見てはいないんだけど、そのことをとっさに山田さんが思い出すと、鳥を相手にも嫌なのって聞いたもんとっさに思い出して、その映画の話を延々としてた。 あの場合はいいのよ、まあ、やだ。山田さん、鳥食べるのもあんまり好きじゃないですもん。鶏肉が嫌い。それで、あれ、まあこれはちょっとなんていうのか、それほど私は黒沢清とか青山真治がの作品を嫌いっていうわけじゃ全然ないんですけど、やっぱり青山さんとかそれから黒沢清って、あのなんていうのかな、やっぱ難しい。蓮見さんね、蓮見さんばっかりのこと言って、なんで山田耕一のことをあの意識しないんだろうなと思って、それがすごく不思議なのねと思いません。やっぱり蓮見茂子が偉大だと思ってるからなんじゃないの。まあでもそれだけで、まあそれ言っちゃうね、別に何も言うこともないって感じじゃない。なんで牧野正弘のことなんか読まないんだろうと思っちゃうよね。牧野正弘のあのちょっとおセンチなところもあるけども、うんうん、あのやっぱり山田さんの牧野正弘ってやっぱ素晴らしいものの一つですよね、うんうん、そうですね。なんかあの犬猫を8ミリで撮って、うん、でその後あのリメイクで、うん、映画撮るのが嫌じゃなければデビューさせてやるみたいに言われてで、あの、まあ、やりますって言ったんですけど、でその時にちょうどあの山田さんに牧野正弘映画祭があるんですけどって言って誘われていって、であの実はそのリメイクをするっていう時にはなんかやった人たち、あのスタッフだった人たち全員に、え、やめた方がいいんじゃないとかって言われてて、あの当時アシスタントだったプロデューサーの人にも、俺も言ってやるから嫌だって言ってもいいんだぞとか言われてたんですよ、ね、だけどあの山田さんとその牧野正弘を見に行った、もう結構連日見に行ってたんですけど、そうするとあの牧野監督ってセルフリメイクがものすごくいっぱいあるあって、で私あの次郎長三国志を見てもう大好きになって、でその後あのなんだっけ、あのなんだっけ、あの人、あの人殺しそうな人、誰だっけ、次郎長三国志が好きなわけね。はい、次郎長三国志の次郎長はなんかぼんやりした感じ そうあの人がやってるんですけど、なんだっけあの人、ん、鶴田浩二じゃない、あ、そうだ、中村金之助がやってる次郎長はもう本当人を切り殺しそうな感じなんですよ。なんかすぐ抜いちゃってなんかこう、まあ、みたいな。それも牧野正弘のリメイクなの。そうなんですよ。でそれを見た時に、うん、あ、同じ話で同じ役でも役者が違えば別の映画なんだなと思って、うん、なんかリメイクやる気持ちが起きたっていうか、初代の次郎長の方がいいですよね。あ、そうですよね。おっとりして、おっとりして、はい、くじはさみなんかが出てるやつ。そうです、そうです。あのそれでね、牧野正弘で思い出したけど、次郎長三国志で思い出したけど、
中子さんのインタビュー、中子ともっていうあの映画美術の人のインタビュー、あの蓮見さんがやってる本なんだけど、その中でさ、あのあこれはと思った話は、牧野正弘があの次郎長三国志でみんなが身ぐるみ剥がされちゃってふんどし一丁になってあの旅立つっていうところを撮った時に、鉄鋼と規範だけはいくらふんどし一丁でもつけるっていうことだったんだって。でもそれを忘れて撮影しちゃったんだけども、あのどうしようってことになって、もう時間もないしって言って、そしたらさ、中子どもがすごく感心して言ってたんだけど、あの抜かりはないって、腕と手と手の規範と足に鉄あの規範と鉄鋼をつけたところちゃんと取っといたって言うんですって、牧野正弘が。でそれを差し挟んだから、やってあとは全然関係なく、その裸足ただの裸じゃなく取れてたって。へえ。やっぱなんかそういう話っていうのがその映画には付きまとうでしょ。そういうなんかすごい。なんて言うんだろう、気が利いてるっていうか、その臨機応変、時間を無駄にしないっていうか、まあでも時間を無駄にしないっていうので、うん、牧野正弘にかなう人は多分世界中に誰もいないじゃないかな、ですよね。なんかあのなんだっけ、忠臣蔵が各社毎年すごい撮ってた時代に、うんうん、牧野正弘は他人のセットのなんか入り口だけで映画一本撮れるみたいな。ああそうだよね、はい、中子供にもさ、そのお金を使うなっていうふうに言って中子供を止めちゃうわけ。そんなにお金を使う必要あらへんって、うん、それが本当にあのだから本当の天才なんじゃないかなと思うんですけど、読んで映画的天才よね。あそうですよね。なんかお父さんの撮ったあの忠臣蔵で目玉のまっちゃんっていうのが出てくる映画が、少し見たわね、少し10分ぐらいね、残ってない、うん、東京映画祭で上映されたんだけど、うん、こう俯瞰でその侍が義士たちが集まってるんですよね。でなあの みんなで署名をするとかって言ってるんだけども、でいつの間にかハート型に上から侍が座ってるわけ。それでそのハートがこうドキドキするって感じでこう動くわけ。侍が、変な人、変な女子だなつくづく思いますね。お父さんも面白いってことですね。そうそうそう。牧野正弘もそういう血を受け継いでるとしか言いようがない面白さですよね。もう本当にすいません、そろそろあの1時間半と言いつつもだんだんこう次の多分この次の上映を少し、遅れてもいいのであればぐらいの感じで、そうですね、あのもうそろそろでも、はい、もう井口さんの映画ますますあの見たくなってるはずですから、皆さん、はい、そうですね、この辺で質問とかもダメですよね。質問大丈夫ですか？質問とか今日ちょっとかなり貴重なあの、うん、さん、私ももう本当夢のようなことなので、遠くであのファンとして3人を見てる感じなんですけれども、あのあの貴重な機会ですので、一つだけもしご質問ありましたら、どなたかいらっしゃいますか？意外と控えめでした。大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫そうです。のでちょっと恥ずかしいね、あのこんそうですね、 もっとたっぷりとお話を聞く機会は、井口監督の新作がもう準備していて、また京都であの夏に、そうですね、あの公開の時に、はい、その時に軽文社というところで、軽文社というところで、そして、金井久美子さんの展示も村越画廊で4月にあって、その時はトークとかはあの ないですよね。京都の方ではちょっと京都の方で軽文社の方で7月にトークもあのそれぞれ別々にっていう感じで、そうですね、はい、それ本のサインとか、はい、本私たちの本についてちょっと喋るということもありますし、はい、井口さんは井口さんで新作についてお話しする予定です
そしてこれから新作を撮れます撮らないといけないということで、こうご期待というところですけれども、ロケハンに行きますこれから、はい、もっとたくさんお話をもうコンスタントに伺いたいというところですけれども、ちょっとお時間になりましたので、はい、本日は本当に、ありがとうございました、はい、金井久美子さん、金井美和子さん、そして井口監督、はい、どうもありがとうございました。